達彦おはよう。達彦悪いね。企画。協力したかったんだけど、ちょっともう俺どれとは縁切ったからさ。マジで、付き合う気ないから。別のどれがいない企画とかだったら俺全然協力するから。企画内容があったら。頑張ってね。釈迦可愛いよね。ヒトラさんおはよう。みんなおはよう。はい、あいあいおはよう。いろいろありますから仕方ない。まあ嫌いなもんは嫌いだからね。俺嫌いなやつとつるむほど人生バカなことないと思ってるから、ストレス抱えたくないしさ。別に俺全然困ってないから。おう、みすけおはよう。ワドツ。笛のむさんおはよう。いろいろあるっつうか、俺は嫌いなやつとは合わないっていうだけ。別にあいつに恩もないし、俺。あいつに恩はいっぱい作ったけど、俺は何もない。別に何もないよ。嫌いなもんは嫌いっつってるだけ。今後絡まないってだけ。さきさんおはよう。よろしく。さっきのね、YouTube に動画上げときますから、皆さんもしよかったらね、さっきの石野のフル対談見たい人は、ぜひ、YouTube 見てください。おはよう、レンさん。ミルル、風船100個ありがとう。おはよう。おはようございます。そうそう、石野のやつ、もし見たい人がいたら。見てください。かくんおはよう。いや、俺言ったじゃん、行かないよ。俺もうつるむ気ないから。だしさ、ほら、かくんももう配信者と会わないって言ったから、そこ問題ないと思ったから行かないっつったの。カー君とは約束してたけど、カー君はさ、もう二度と配信者の番組出ないって言ってたか、で、関わらないって言ってたから、じゃあカー君も行かないんだと思って。もう俺はどれとは絡まないよ。はい、バーガー3個ありがとう。アンツさん、ワード2おはよう。いや、っていうかね、あれはね、ツバニャンが書いた台本なんだよね、あれは。それに振り回されてるだけだから。はい、レンさん、風船50個ありがとう。ありがとう。まあまあまあ、いいんじゃない。どれが信用を失うだけだから。俺、くだらない台本とか大嫌いだから、俺ガチでやってんの。遊びでやってないからさ。レンさん、ハート3個ありがとう。それそうでしょ。あんな格好悪い生き方してるおっさんと会いたくねえよ。友達だと思われたら俺のブランディングができなくなるから、格が下がる。俺、仲間は選ぶから。付き合う人間は慎重に選ぶから。もう会いません。会うことはありません。はい、いってらっしゃい。お、商談ラッシュなんだ。頑張ってね。契約まとまるといいね、カー君。応援してます。じゃんじゃん稼いで。いや、台本書、俺のツイッター見たらなんか書いてあるよ。俺のツイッター見てごらん。スバニャンが、台本書きますって。一人5万円って書いてあるよ。で、もし閲覧4桁いかなかったら1万円の成功報酬でって書いてあったけど。これを、要は、受けたんじゃないの？ちょっと待ってね。これかな？これ配信者に台本書きます。条件は成功報酬5万円。成功の定義はツイキャスで4桁。成功しなくても1万円は受け取ります。その人のキャラを生かして台本書きます。分析して作成。ふわっちでも稼げる方法を伝授します。私は最高ふわっちで110万。リスナー支援月に30万。今後完全に裏方に回ります。DM にて。これでしょ？要は。くだらねえよ。俺、台本とか嫌いだから。台本で人のこと振り回すとか考えらんでしょ。俺のツイッターに書いてあるよ。リツイートしてあるから。ちょっと下の方行ったら出てくるよ。まあ、結構ね、怒ってる人いっぱいいるよね。ドルさんに関しては。
いいんじゃないの、閲覧が全てなんでしょあの人は。閲覧が取れれば何でもいいんだよ。俺はそうだと思ってるけど、タイミングが良すぎるでしょ。つばにゃんが書きそうな台本じゃん。まあそれを疑われてもしょうがないよね。それを疑われてもしょうがないぐらいのことはやってると思ってるけど、確定はな、確信はないよ。確定ではないよ。でもつばにゃんがさ、数日前にこうやって歌ってて、でなんかおかしいなと思ったじゃん、和道来てくれよって。だから俺は出しに使われたって言ってんの。そう、俺には何にも話を通さないで、結局この日なんかあるみたいなニュアンスをしてたじゃん。台本でしょ。でその台本に、要はツバニャンの書いた台本に要は振り回されて自分のキャパシティ超えたんだよ。だからもうわけわかんなくなっちゃって収集つかなくなってんの。そう、すいません台本でしたって言えなくなっちゃってんだよ。おはよう、ヒカルさん。マイメロさん、おはよう。それが現実だと思うよ。俺はもう見限ったから。だから言ってんじゃん、プロレス嫌いだって。だからプロレスラー嫌いなんだよ、俺。かっこ悪いから。パフェありがとう。ナオさん、パフェありがとう。今回の件は、ツバニャンじゃなくてドルさんが悪いと思ってる。これは別にツバニャンに何もないよ。配信会の常識を変えるとか言ってたのにね。炎上とか叩いてこれかと思い、ここに来ました。いや、なんかね、配信会変えるじゃなくて、配信会の今までのことをなぞってるようにしか見えない、俺は。昔は面白い配信者だったんだよ、ドルさんは。大好きだったんだよ、ファンだったんだよ。だから閲覧増やそうと思ったり協力しようと、純粋に思ったの。俺にできること何かな、この人に。ドレさんになんかできないかなと思って。それ何がすごかったかっていうと、ふかさない、自慢しない、淡々と経験を語ってみんなにシェアする、人を愛する、見栄を張らないとか、すげえいい配信者だったの。うん。でも詐欺加担したんですよね。同じだと思います。あなたさ、まるまるさんさ、何も知らないでそれ言ってると思うよ。あの、ただ俺を叩きたいだけだったらブロック入れるよ。うん、全然今回のこと、詐欺のこと全然関係ないし、あなた詐欺事件の何も知らないでしょ。そう、配信会の常識は全然変えてないよ。うん、雑談たぬきかなんかであれでしょ。うん、ドレさん女たらしなんでしょ。女たらしではないと思うけど、俺女にモテない印象だけど。うん、俺はだから昔のドレさん好きだったけど、もうクソかっこ悪いと思ってるから最近見てないし、もういいやと思って。付き合いすらもしたくなくなってる。正直。もう多分、あの、どれが本当に、あの、這いつくばって泣いて、本当に俺が響くまで謝らないと無理だと思うよ。ワード悪かったって。全部ペラって腹割って話して。うん。ないと俺はあの人と別に会う義理もなければ、会う気もない。背頃から変わったっていうか、まあ結局閲覧の人だったんでしょ。有名になりたいっていう下水人間だったんだよ。やりたいこともなかったんだよ。うん、聞いてもないのに俺テレビに出るんだっていう人だったんだよ。あ、どうしようもねえよな。しまいにはそれを指摘したら、何焼いてんのかとか言う。頭悪すぎるでしょ。あんまりさ、気分良くねえから楽しくやろうぜ。俺ドルさんの話したくないから、もう。うん、結構幻滅してるからさ、うん、おばあさん600万失ったことには変わりありません。あなたおばあさんなんですか、まるまるさん、うん、それなら配信ネタにもしなければいいのに。したくないんだよね、うん。まあ閲覧増えたから人格、まあまあスタイルは変わるのはしょうがないと思うよ。あのコメントのさばき方とかさ、やっぱ変わってくるのは事実だから。ただまあ人が変わるのは良くないとは思うけど、
俺はドレさんと付き合いやって、ちゃんと調べて嫌だっていうことを嫌だって言ってんのよ。あなたは俺のこと知らないで、ドレさんのこと擁護してるつもりかもしれないけど、あなたがやってるのはただの人格否定ね。うん、考えてないだけでしょ。まる。うん。そんなの誰も響かないよ。バーカバーカって言ってんのと一緒なんだからさ。あなたの格を落とすだけだよ。はい、ワドツーン、ナミニアおはよう。別に俺、あなた〇〇っていう人が見なくても別に俺死にはしないし食っていけるし困ってないからさ。別にあなたに頭下げて俺の放送を見てくださいっていうわけじゃないじゃん。ズうずうしいにも程があると思うよ。人の家に上がり込んでさ。俺の何も知らないのに無礼だよね。まあ無礼な人間なんだろうけど。別に言いたいことあるんだったら、突然受け付けるから。LINE 公開してるからさ。言いたいことあるんだったら電話かけてきな。まあ、あなたにその度胸はないと思うけど。とにかくかっこ悪いやつが嫌いなんだよね。年齢とか関係なく性別とか。世界になりきいらっしゃい。最近叩かれてる。そう？あんまりそういうの気にしてないかな。あんまりどうでもいいっていうか。なんか気持ち悪い。まあ叩きたきゃ叩けばいいと思うし。ただまあ別に俺に直接言う必要はないよね。ヒロシンさんいらっしゃい。質問、まあ全然いいよ。プルルンおはよう。BGM 聞こえない？ BGM 聞こえない？入ってるはずだけど。ありがとうございます。プルルンさん、初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしていってください。結構 BGM 気に入ってますね。いいよね、かっこいいよね、この音楽。A さんフォローありがとう。A さんフォローありがとうございます。花火ありがとう。ヒーローさんいつもありがとう。花火ありがとう。おはよう。おはようございます。ありがとね、ヒーローさん。いつも。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてってください。行かないよ、俺ドルと縁切ったから。もう関わりはないですね。NG 配信者になりました。NG 配信者に。会いたくないです、僕は。だから僕はもう次回の捨て頃も出ません。ドルと会いたくなる、ないんで。俺も残念だね。めちゃくちゃだもん、言ってること。めちゃくちゃだったもん。俺も会いたくないと思う。もう関わりたくないね、ドルとは。俺はドレがちゃんと腹割って、誠心誠意謝罪がある限り、俺は絡まない。俺の心が響くまでね、散々ディスったんだから。めちゃくちゃな言い分したんだから。
ある方の配信で私の住んでいるところを来たことないのに、ないのに、え？ないのに気分を害することを皆さん言うのですかね。ごめん、ヒロシンさん、何のことだか全然わかんないです。ごめんなさい。よくわかんないです、僕は。その件については。もし、あれだったら文章だと限界があるんで、凸かけてきていいですよ。何かある人は。質問があるなり、なんなり。相談したいこととか、なんでも。LINE 公開してるんだよ、僕。凸かけてきてください。ギリは感じてないですね。うん。感じてません。おはよう。ナオさんハートありがとう。シネルワード2。ないです。なんでかって言ったら、それギブアンドテイクで、俺は閲覧を提供したから。うん。企画に沿ってやったわけじゃん。それをさ、配信外でさ、配信回さないところでやってたらさ、ギリはあると思ってるよ。オンだね、ギリっていうか。俺はないと思ってる。別にそこは返してるから。うん、ごめんなさい、世界の成金さん、NG です、さよなら。よく意味が分かんない人はブロックします。まあ舐めてるよね。まあ人を物として扱うっていうのは俺はどうかと思う、うん、初見さんいらっしゃい、花火ありがとう。初見です。何度も同じ話をしているかもしれませんが、ドレさんの一足一連か、一連の流れが知りたいのですが、簡潔に説明してもらえたら嬉しい。あ、いいですよ、花火いただいたんで。ですね、まず、ことの発端っていうのは、ドレさんが僕に、リアトツマチの企画をやると。ドレさん主催でリアトツマチの企画をやると。で、来てくれって言われたんです。放送中にメールが来たんです。でも、俺はうぜえと思ったんですよ。それなんでかって言ったら3日前ぐらいだったから。まず、みんなコラボの依頼とかって1週間前、1ヶ月前にちゃんとやるんですよ。それを人が放送してる時にメールを送ってきて、しかも3日後にやるから来てくれって言われたんで、僕はちょっとイラッとしたんで、配信外で、それないっすよっていうことを言ったんですよ。急すぎると。で、2点目ね。もう1回誘われたんです。また別の時に。で、その時に言ったのが、どれさんねって。コラボで、和道とドレさんのリアトツ対決とかで、お互い配信回しながら、どっちの方がっていうような、コラボ企画だったら誘うのまだわかりますと。あなたのリアトツ町は、あなたのリスナーさんに対するファンサービスでやるべきでしょって。なんで俺があなたのところに行かないといけないんですかって。それは、配信者も来ることありますよって。それはみんなファンだから行くんです。俺別にあなたの放送行きたいと思ったら勝手に行くんで、あなたからお願いされるようなのは間違ってますよって。いや、自分一人の企画でリアドツマチやるのに和道来てくれっていうのはおかしいでしょって言って2回断ったんです。2回目。理由2ね。いや、3回目。何をされたかというと、放送中に電話をかけてきたの。どれの深夜食堂は。俺のメンツがあるから。和道来てるから、お前今俺がこすってるから、お前人気出てるから、来てくれって言われたの。俺頭きたの、正直。一
人の放送に首突っ込むことないし、2回も断ってるのに、もうイライラしてたの。かっこ悪いよ、つって。勝手にやれよって。だって俺さ、配信やってたら稼げるんだよ。仕事なんだよ、雑談。ファンが待ってるんだよ、俺の話を。で、あなたギャラも払わないで自分の見栄のために人を動かすの？って言ったの。で、もう分かったよって。じゃあ俺、花火10発今この瞬間に上がったら行ってやるよって言っちゃったの、俺が。これ俺の悪いところね。そしたらペニーさんっていうリスナーさんが花火10発速攻でくれたの。でも俺、すげえ1時間ぐらいイライラしちゃって、もうクソかっこ悪いことやっちゃったと。要はリスナーさんに、要は金で動くって言っちゃったわけじゃん。プライドをかなぐり捨てちゃったわけ。で、ペニーさんに1万円返すんで、振り込むんで今すぐ、ちょっと今回のこと勘弁してもらえないっすかってずっと訴えかけてたんだけど、ペニーさんは放送見てなかったの。そう。で、いやいや、要はドレさんどうでもよかったの。もうどうでもいいわと思って、ボロクソ言ってやろうと思ったの、目の前で。で、だってもう言ってたから、3回も断ってんの。しかも結構怒ってたの、その時に。もう失礼すぎるから。でも、ペニーさんは悪くないじゃん。一リスナーとして、要はワド来てくれて盛り上げてくれよっていう気持ちで花火投げてくれたから、そこは義理があると思ったのね。だから言ったのよ。何がお前もお前なの。だから言ったことに関しては、俺はペニーさんに筋は通したと思ってんの。別にどれに義理はないから。で、端っこの方で飲んでても、来てくれよ、来てくれよって言われてたの。要はカメラ映ってくれよ、ワドって。いや、飲んで、映りたい時行くからって言ってたのよ。うん。イライラしてたよね。で、映りたい時行くからって言ってたら、ドレさんが機材トラブルっていうか、充電をしてなくて、放送を。切れちゃったの、放送が。そしたら俺がそこで飲み行ったの。そしたら妻にゃんが、和道さんパソコン機材持ってるから、和道さんのところで枠やろうよって言われたのよ。いいよって、助けるつもりで開いてやったの。そう。そしたら何を言われたかっていうと、次の日、まあ、パコパコ事件があったじゃん。次の日、和道が勝手に放送を開いた。あいつは無礼だって言われたの。うん。人のオフ会に来て、ね、枠開きやがって。クソ、無礼だと。で、お前がこすったせいで妻には逃げたよって言われたの。なんなんと思って。なんなんこいつと思って。で、しまいにはリングに上がれよって言われたの。うん、拳で蹴りつけようぜって。で、頭来たから俺直接電話して、いいよって。俺どうせお前に勝てねえからって。お前に勝てねえからって。でもおめえは自分の、な、見栄をね、自分のフィールで戦いたいんだろって。逃げたって言われるよりも負けた方がまだマシだから、おめえ3分間殺す気で俺のこと殴れよって言った。俺一発も手出さねえから。おめえ殺せよって3分間。本気で殴れよって言ったの。そしたら、イエーとか言って。ひよったから、もうてめえとは縁切るわって。それが流れ。それが一連の流れ。俺の。意味がわかんないじゃん。リング上がるって。だから俺行かねえって言ったの。達彦には悪いけど誘われてたけど、悪いなって。もうあいつと縁切ったからって。もう関わる気ねえわ、つって、うん。そういう流れです。一連の流れ。うん、OK、花火さん。まあ、それが流れかな。配信者、まあ、誰と付き合おうか別に誰でもいいんじゃないの？俺、どうでもいいと思ってるから。そうそうそう。いや、バッテリーが切れたのよ。だから、事実を知ってるわけだから、ディスって言い訳？意味がわかんないわ、こいつ。はい、ブロックでーす。さよなら。まあ、うん、消えるとか消えないとか正直わかんないよ。消えるとか消えないとかさ、どれさん次第じゃん。別に俺関係ないし。ただ、人を巻き込むなっつったの、俺は。あ、フォローよろしくお願いします。ありがとう。大花火ありがとうございます、匿名さん。うん。俺は嫌なのよ。自由になりたくて配信者選んだのに、あいつの顔立てるために配信者やってるわけじゃねえのよ。そう。しまいには何て言われたかっていうと、ね？お前、俺のおかげで花火60発も上がったんだろって言われたの。要は、ドレさんのアンチが増えちゃって、ドレさんの花火投げてた人がもういいわ、どれは、つって。和道言ってんの正論だわ、つって俺に花火投げてくれたの。そしたらどれはなんて言ったかっつったら、人の財布に手突っ込むな、つったの。
いや、舐めてんじゃん。それを切れたの。あのさ、って、リスナーさんは財布じゃねえのって。で、おめえが間違ったことやってるから、俺に、要はどれ、お前気づけよって、当てつけで俺に花火投げてんだよ。気づけよ、どれ、つって。それでも、お前人の財布に手突っ込むのよ、人のリスナー奪うのかって。人の花火師奪うのかって言われたの。バカすぎるでしょ。バカすぎるでしょ。だからもう絡みたくない、俺は。困ってねえからって。もともとお前と絡まなくてもやってってんだからって。ああ、ありがとう、マスさん。俺はとにかく嫌だったのよ。俺、まあ、耐えられる人もいるかもしれないけど、かっこ悪いと思っちゃってさ。いや、マスさん気遣ってくれてありがとうね。いや、でも、3回も断ってもしつこいっていうのは、ちょっと傲慢な態度だと思うよ。なんか俺別にあいつのさ、後輩でも何でもねえんだから。クソカスカウス、おはよう。ちょ、投げるか投げないか、リスナーさんの気持ちじゃん。で、気づいてないんだよ、あいつ。人の財布に手突っ込むなって言ったんだから。はっきり言ってるからね。バカすぎるわ。付き合いって難しいっていうかさ、言ってること、俺は配信者としてどうこうっていうよりもさ、もうそれもあるんだけど、配信者としても間違ってるとも思うよ。あと、人として間違ってるよね。お金絡むと、お金絡んでないよ。俺だからドレさんのオフ会の金も、俺のリスナーさんが出してるんだよ。カー君が全部出してるの。だから払ってるんだよ。どれに。どれは別に俺に1円も出してないよ。バーの話？何バーの話って。俺じゃなくて、便所太郎さんじゃん、それ。金銭絡んでないよ。どこに金銭絡んでんの？俺はだからその花火10発で来てくれっていうのに関しては、ちゃんと、言ったから。約束は守ったから。別に金銭トラブルは何もないよ。どれか勝手に嫉妬したのよ。要はどれさんのリスナーさんが花火を俺に投げて和道正論だよって言って。そうだね。エゴが出る人間っていうか、まず嫌がってることを強制する人間と付き合いたくない。もうそっから嫌だったの。おはよう、ステラさん。まあ不思議だよね、エージェントさんね。あれ、これエージェントさんで合ってんのかな。なんか、読みづらいな。なんか、12上げ13ショットって読みづらいの。金って俺の花火師とかそういう話が出てるって意味。俺は言ってないんだよ。その言い方が間違ってるって言ったの。ご厚意で俺がもらったわけじゃん。で、俺を見に来てくれたわけじゃん、リスナーさん。で、俺の枠で見てる限りは俺のリスナーさんで合ってると思う。ただ、リスナーさんって俺のっていうのはおかしいんだよ、言い方として。なんでかっていう、流動していろんな人見てるから。でも、俺のって俺が言うときは、今リアルタイムで430人ぐらい見てるわけじゃん。これは俺のリスナーさんなんだよ。今見てる人は。でしょ？どれさん見ないで俺を見てるわけだから。今この瞬間だけは。で、そこに対して花火上がったことになんでどれが俺のおかげだとか、人の財布に手突っ込むなとか、全然意味わかんないでしょ。で、俺のおかげで花火上げたっつんだったらさ、じゃあおめえ、花火自由にコントロールできるんだったら全員の枠行って先発ずつやれよって思わない？お前にどんな力があんのって。勘違いにも甚だしいでしょ。キャラ変えてないよ、ルリ。全然。ゆいゆいおはよう。全然変わってないよ。勘違いしすぎでしょ、どう考えても。俺はそう思うよ、普通に。いや、いいんじゃん、好き嫌いあって、人間だもん。そうそう、リスナーの勝手なのよ。そう。だから、なんか、リスナー取られたっていうのは、おめえが力がないからでしょって。つまんねえことやってっから人が見限られただけなんじゃないのって俺は思うけど。面白いことやってたら人様に見てもらえるんだよ。俺別にだから持論を展開してるっていうか、人間としてとか配信者として普通のことを言ってるだけだと思うんだよな。まああいつには伝わらなかったけどね。そうそう、気持ちで投げるもんね、なみなみね。はい、若津。こんちくわ、渡辺さん。アライファムさん、若津。ありがとう、今日の CD。そう。だから俺のリスナーとか俺言わないじゃん、絶対。
だから、どれの言葉を引用するならっていう意味よ。俺普段使わないもん。見てくれてる人がいるっていうだけだから。そう。お前で、俺5、600言ったのかな？どれと放送時間被ってた時に。その時、てめえのリスナーは200人しかいねえじゃねえかよって。400人は俺の力だとか言われて。あ、そうですかって。だから俺の話題出すなとか言われて。いや、お前散々和道和道つって擦ってきただろうって。なんでてめえが俺の話題出しといて、俺がお前の話題出しちゃいけない理由があるんだよって。うん。それってお前がやってない時だけだよって。お前が俺の話題、どれが和道の話題一つも出してなくてさ、どれさんが和道和道って擦ってなくて、俺がどれさんの話題出してきたら、それは言わないでくれよっていう権利あるよ。散々何日もさ、擦ってきてさ、よくこの態度できるなと思って、頭きてさ、自分の言ってることを、自分が普段やってることをさ、やられたら頭にくるってどういう態度だよ、人として、と思って。うん。いや、だから、結局、ブーメランなんだよ。うん、結局。あ、まあ、だから、それはね、俺、反省してんの。ラテンモンさん。そう。だから、花火10発くれって言った時にすげえ後悔して、だから返すって言ったのよ。振り込んで、そのペニーさんに、ペニーさんにも謝ったわ、ごめんねって。俺、間違ってたわ、つって。リスナーさんにも謝ったんだよ、ラテンモン。それはね、ラテンモンの言う通り。俺もね、かっこ悪い生き方したなと思って。あの時、花火10発くれじゃなくて、行かないもんは行かねえんだよ、どれって言えばよかったの。あ、ごめんね、ラテンモン。それはね、ラテンモンが言ってるの正解。俺が花火10発ってよく書いたからダメだったの。そのノリか、よく書いたか、両方だよね。俺来ないと思ったんだよ。花火10発投げないと思って言ったの。冗談も込みだし。そう。あと花火10発来たら美味しいなっていうのも正直あったんだよ。だからすげえ格好悪いと思って。俺本当に1万円返すつもりだったんだよ。行きたくなかったの。それは正直な気持ちだからさ。3桁以上の配信者に名前出すのは話無理。だったら配信やめろっつった。だったら配信向いてないからやめろって俺は言ったよ、どれに。どれが言ったの？何を言ったかっつったら、お前らのせいで、和道とお前らリスナー全員のせいで、つばにゃんが逃げたっつったの。もうこんなんだったら配信なんてやってらんねえよっつったの。絶対言っちゃいけない言葉でしょ。リスナーさんに対して。だから俺は堂々と言ったよ。どれお前向いてねえからやめろって。向いてねえわ。リスナーさんのせいにする、人の配信者のせいにして自分の思い通りにならないんだったら、配信向いてねえよ。やめろ。そんな甘くねえわ。俺はそう思う。あの時後悔してたよね、なんにゃんね、うん。俺はだから決めた、もうなんか、その、何かをやるから花火くれっていうのは、何かをくれとか、あんまり良くねえなと思って。うん。あ、違うよ。どれは10年やってるよ、放送。10年カスだったんだよ。うん。みほおはよう。いや、仲直りとかない、ともさん。ないないない。俺本気で、違うんだよ。実はね、これマジの話なんだけど、タチュヒコとか、タチュヒコいる今。タチュヒコいる。あとアメリカ人。どれがね、裏で絵描いてる。アメリカ人から普段連絡来ないのに、食事行きませんかって来たの。今後の打ち合わせしませんか配信のことでって。どれが根回ししてる。タチュヒコにも言ってるから、絶対。俺めくるよ。和道をなんとか呼んでくれって、絶対やってるから。アメリカ人とタチュヒコに。台本書いてるから。全部ぶっ壊してやっかんな。全部めくってやっかんな、どれ。おめえのくだらねえ台本なんかに乗っからねえよ。そうやってまた後輩使ってんだろ、アメリカ人とかよ。俺乗っかんねえかんな。絶対使ってるから。アメリカ人普段そんなこと言わないから。このタイミングで昨日だからも、さっきの動画の最後に真ん中で打ち合わせってあったでしょ。あったでしょ。あれアメリカ人に飯食いに行きましょうって今後の仕事、配信のことで。絶対言ってる。和道さん来てくださいって。うん。俺は乗っからねえよ。嫌いなもんは綺麗だからよ。てめえの顔見たらバットでぶん殴りたくなるわ。ホイミン倒れてる。ごめんごめん。うん。俺マジで切れてっから。うん。俺乗っからねえよ。くだらねえ台本とか。誠心誠意土下座でもなんでも、這いつくばって泣いてでも、俺の気持ちが動くまで許すっていうまで許す気ねえから。絡まねえかんな、どれ。絶対絡まねえ。和道ブランド的には花火何発花火もらってもいかない。そうだよね、ヤバゾーね。そう。やっぱプライドとか、
そのポリシーとか普段言ってることをずれると絶対ダメだよ。絶対ダメ。こんにちは、ゆりちゃん。ごめんね、朝から怒鳴って。おはよう。もしよかったらフォローしてってください。共感できる人は。まあまあ、見守ってくれれば、それでいいです。俺言ってること絶対間違ってない。今回の件に関しては。全然間違ってないから。やってることおかしいのはどれだよ。それがわかんないんだったら盲目すぎるわ。それでもどれについてくって言ってるやつは俺は意味がわかんない。頭は空いてるでしょ。わからん。俺はついていけないから。あんな態度取られたら。やられたら絶対達彦だって、はぁってなるよ。アメリカ人だってなるよ。直接やられたら。それでついてこうとか絡もうってならないよ。絶対人離れる、あんなことやってたら。そう思うでしょ。うん、行かない行かない。ひっぴんで行く、大阪は。許さない。うん。何かをするっていうことはないよ、俺から。絡まない、もう。もう楽しく生きたいだけだから。うん。いや、本当に怒ってるよ。動画も見て。うん。あ、ひかつさんどうも。ありがとうございます。俺は今回の件マジで怒ってるから。俺、そういうの本当に嫌なんだよ。放送的なとかじゃないんだよ。人として間違ってるよ。うん。応援して、今までずっと支えてきた人が怒ってるぐらいなんだから。いいんだろ。閲覧欲しいんだろ。やれよ。そんなプライドのない男だとは思わなかったよ、俺は。うん。俺は自由になりたくて配信選んだんだよ。頭下げらんねえんだよ。約束の時間も守れねえんだよ。学歴もねえんだよ。障害者なんだよ。元生活保護者なんだよ。誇れるものが何もないんだよ。顔がいいわけでも、パワーがあるわけでも、女にモテるわけでもねえんだよ。でも自由になりたいから、3年間も4年間も這いつくばって配信やってたんだよ。配信が好きだから。おめえにはプライドがねえのかよ、どれ。うん。閲覧が欲しかったら何でもいいのか。ファンを大事にできない奴は絶対捨てられるからな。閲覧に振り回されろ。お前に雑談する権利なんかもう与えられてないからね。アンチコメ200、300に潰されて終わりだよ。ステラルーさんはどつ？いや、ついてくとかじゃないよ。別に。うん。俺は俺で普通に冷静に見てもらいたい。俺にも悪いところいっぱいあるし、俺はクズだから。うん。別に正しいとも思ってないの。正しい生き方をしてるとも思ってないの。それこそ働けって話なんだよ、普通の人からしたら。家で毎日毎日酒飲んで家で雑談ばっかりやってって。そんなの納得できねえよっていうのが普通の人なんだよ。でも俺は俺なりに体張ってるんだよ、普通の人よりも。だからそういうのをゆっくり見てほしい。不器用かもしんないけど、俺は人よりも、みんなが笑ってくれたりさ、あと、バカだなこいつっていうためにさ、捨て頃出たりとか、真冬の海で江ノ島泳いだりとか、アホみたいな体張ってるから、それを見て評価してほしい。別に今回のことでさ、ドレさんのアンチだから、ついてくわっていうのはいい。俺は。そういうのはいい。俺はどれとは付き合う気ない。うん。そうそう。捨てるものがないからこんなことやってんだよ。才能があるやつなんか配信者にいねえよ。才能のあるやつなんか一人もいねえよ。みんなプライベート切り売りしてんだよ。プライド金繰り捨てて。だから台本書くっていうのはリスナー騙す行為だからね。うん。つまんねえよ。そんなにキッズ受けしたけど、ツイキャス行けよ。うん。なあ。ガキどもが喜びそうなネタじゃねえかよ。ここはふわっちなんだよ。リアルでやってるやつらばっかりじゃん。体張って日本全国ヒッチハイクしたり。かっこいいよな、アチョーとかな。みんな体張ってやってんだよ。うん。まあまあそうだろうね。まあ閲覧は増えるだろうね、これから。ただファンはどんどんいなくなると思うよ、あんな生き方してたら。まあそれを骨身にしみるのが今回の件でしょ。だから俺は別に何もない。間違ってるところは間違ってるし、弱いところは弱いって認めるよ。俺は喧嘩じゃどれには勝てないよ。うん。喧嘩じゃ勝てねえよ、うん、でも間違ってるもんは間違ってるって言うから、配信者だから。いや、プライベート切り売りしてるだけじゃん。より多く見せてるやつ、よりさらけ出してるやつが閲覧多いだけでしょ。うん。そうだね。体張ってるやつとか。うん、おい、マスデヨさん、お久しぶりです。
風船10個ありがとう。俺は別に自分が正しい生き方してるなんて思わないよ。むしろ間違いが多すぎるぐらいだよ。だから別に俺の生き方が正しいなんて言ってないから、そこは誤解しないで。俺はどれが嫌いって言ってるだけだから。別にどれさんの生き方に干渉するつもりはない。それが全てかな。配信では負けるとかじゃなくて、俺他人と比べるのが嫌いなんだよ。そもそもが。誰々さんは閲覧多い。誰々さんの方が稼いでる。世の中にはさ、上には上が腐るほどいるんだよ。ビル・ゲイツだの、ロスチャイルドだの。ねえ、Facebook の創業者はザッカーバーグとかさ、ジョブズとか。キリないんだよ。日本で言ったらさ、楽天の三木谷とか、孫正義とか、柳井とか。でしょ？そんなさ、こんな小さい世界でさ、どっち誰々さんの方がすげえってやってる方がダサいよ。子供じゃないんだから。自分のやること淡々とやるよ。自分と勝負してんの、毎日。お前と比べてやってないってどれに言っといて。俺は忙しいのよ。自分を超えるために毎日毎日、自分の目標があってやってんの。いや、正論だろって言ってるわけじゃないのよ、高木さん。別に。ただ、俺の気持ち分かってくれたら嬉しいなって話よ。俺が正しいっては言わない。ただ、俺は、正しいか間違ってるか分かんないけど、そういう気分なのね。それで、あんな風に言われる筋合いはないっていう風に言ってるだけなの。それでも和道が間違ってるっていう人もいっぱいいるんだよ。ウォーレン・バフェットとかね。そうそうそう。あ、いいっすよ。だから、僕が言い出したんで、僕が吐いた唾なんで、全然やりましょう。だから、どれがやるっつうんだったら、僕3分がサンドバッグになるんで。ただ、向こうが出したルール乗っかるんで、だったらルールなしで次やりましょうよって。こっちのルールで。配信も回さねえで。やりましょうよって。あんたのルール乗っかりますよって。僕が吐いた唾なんで、ボコボコに殺すまで殴ってもらって結構ですよ。ただそっから先配信外でやりましょうよ。ルールなしで。いいっすよ、全然。やるんだったらとことんやりましょうよ。結局腹くくったもん勝ちだから。前科3犯舐めんだよ。失うもんなんかなんもねえわ、こっちは。しょうもねえ。セラさん、普段ロム線なんだ。いや、謝ってないとかさ、間違ってるとかって解釈だからさ、別にいいのよ。別にいいの。どっちが正しいとかじゃないよ。なんて言われた？今話し終わったところ、アキさん。いや、俺も普通に気持ちよく配信やってたよ、今まで。別に。文句なかったよ。いや、俺も話題変えたいね。なんか振って、話題。もういいわ。擦りたくねえわ、この話題。擦りたくない。もう気分悪いもん。よ、前科3犯。いや、そういうことでしょ。いや、怒ってるっていうか気分悪い。やめようやめよう。ごめんね。なんかみんなの気分も悪くなるから、500人の人生なんか気分悪くしたくねえわ。やめよう、流れ変えよう。知らん。クモン竜との戦いはクモン竜に頑張ってもらいたいよ。クモン竜に。いや、俺は別に普通だと思ったけど、なんかおかしいとか、そういうプライベートのところディスりたくないの。どんだけ間違っても、そこは違うじゃん。別にどこの誰と付き合おうが構わないし。ブスだろうが美人だろうが、なんかね、別に、どうでもいいじゃん。あと人格否定も良くないと思ってるから。やられたことだけ、ムカつくことだけ言うよ、俺は。
まあでもほら体格、光るんさ、体格が恵まれてるのも、やっぱ神様からもらったものだと思うのよ。強いよ。俺はそこ認めるよ。俺は勝てない。パンチ一発も当たんなかったんだよ。25年何かを続けるって俺はすごいことだと思うよ。俺はそこはすごいと思うよ、本当に。すごいもんはすごいんだよ。すごいもんはすごいから。で、俺よりすごいんだよ。だから俺はディスれないよ、そこ。俺より強えんだから。リングの上では手も足も出ねえんだよ。で、リングに上がろうぜって話でしょ。じゃあ上がりますか。手も足も出ないとこ見せてやるよ。ただ俺は逃げないよ。どんなに相手が強くても。乾燥機上がった？いってら。セクシングは面白かったね、やっぱね。花火ありがとう。やっぱね、シンゴさんと絡んで、ちょっと残念な結果になってこじれちゃったんだけど、俺はね、なんか、この前、よっさんとも飯食わせてもらったの。ちょっと待ってね。はい、もしもし。あ、自己紹介お願いします。ボンです。はい。はい、はあ。和道さんに誤解を解いてもらいたいと思いまして、はい。私今、先日会ったカラスさんっていう人でしたっけ？はの、配信をちゃんと和道チョロ団の名前で言って、で、前回もちゃんと私は和道さんと、新八丁の、リスナーですけどいいですかってちゃんと許可を得て、で、純粋に和道さんの知らないことを知りたいので来ましたって言って、今回もそれで来てて、だから和道さんは実際私がコメントを打ってるのを見てないですよね。見てま私ちす。ゃんと和道リスナーで見てます。見てないですよ。いや、見てます。私ちゃんと打ってますもん。はい？い和道リスナーや、であり、俺がやっね、とリちスょっとナー聞いでて、もある。最後まで。はい。ボンさんね。はい。あなたがたわくで、ね、書いたコメントが僕が気に入らなかったんで、ブロック入れたんです。僕は見てます。それはわかります。はい。なんであなたは憶測で勝手に物事決めつけるんですか？だって、ちょうど前回のだカからラス言いさまんしたとよね。ブロック入れられたんだから、YouTube で見ればいいじゃないですか、僕の放送を。そうですね。ただ、誤解を解きたかったから、誤ちゃ解んじゃとない堂の。々と。誤解じゃないの。俺はあなたのコメントを見て、イラッとしたんで、もう関わりたくないと思ったから、ブロック入れたんです。誤解ではありません。私、リスナーじゃありませんなんて打ってないですよ。はい？和道さんのリスナーじゃありませんなんて打っていや、ないで僕はすそんよ。なこと言ってないです。言いまして、放送違う。のあ直なたは後。何て言ったかって言ったら、私はアイテムもしたこともなければ、ファンでも何でもありませんよって言ったの。打ったよね。それここで打ってないで打っすてよ。ます。打ってないで打っすてよ。るんです。皆さん知ってます打っもん、だってて。るんです。それにプだっラてスあアなルたファ、がそ和れ道にプさラんスアのルリスファ、ナー配じゃ信ない外ででも配信中でもこういうことされてるんです。営業妨害だし、あなたと関わりたくないって言ってんだから、もう勘弁してくださいよ。プラスでもう嫌なんです、あなたと関わるのが。なるほど。はい。だから、もう別に僕の放送ね、アカウントなくても見れるでしょ？あ、はい。見れるよね。YouTube はい。も上げてるんだから見れるよね。はい。それでいいじゃん。何が問題なの？いや、私は。あなた、この前も文句言ってたよね。しかも、俺に当てつけかのごとく。間違ったことを広めようとしてたよね。間違ったことを広めよう。どういうことですか？どういうことですかって、この前話してたでしょ？いいのよ、もう。俺嫌いなの、あなたのことが。ああ、うん。嫌いです嫌いか。なんです。はい。じゃあ、わかりました。申し訳ないです。うん。はじい。ゃあ、さような失礼しら。ます。はい。さようなら。しょうもねえな、本当に。こんなのばっかりだな、本当に。気に入らないやつはブロックするでいいじゃん。俺にね、みんなもそうでしょ？読んでて不快なコメントはブロック入れるでしょ？そうそうそう。新八丁の放送見ればいいじゃんっていう。見たきゃ見ればいいじゃん。
見てほしくない人ぐらい選ぶよ俺だって、うん、見てもらいたい人に見てもらうんだよ。いやーもうひどいねちょっとね、うん、別に困ってないから俺楽しくやりたいの仲間たちとオーディエンスたちとファンたちと交流していきたいのよ。おはようえみこさん、おはようございます。なんか最悪だな、さなんだ大作会か俺、マジで気分転換したい、転換したい、マジで気分転換したい、はあ、ダメだな心が弱え。いや別に NG 入れていいと思うよ、うん、だって文脈的に今全然関係ないわけじゃん。でもこの電話4回目5回目だよ。さらに長文先輩なのよこいつ。ずーっと寝てる間ピコン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 なんか長文で送ってくんのよ。言ってることがもう自分を守ろうとばっかりしてんなよ。嫌なんだよ、嫌いなんだよそういうやつ、うん、ダンボールおはよう、ハヤルおはよう、花玉おはよう、うん、みんなありがとう。もしよかったらみんなフォローしてってください。お疲れ様です。でもね思った、あのね全部ね嫌な思いするって自分の生き方が間違ってんだよな、うん、自分の生き方問い立たないと他人のせいにしてもダメなんだよ、うん、自分が蒔いた種なんだよね。精進するわ。いやそうでしょ、だって周りのせいにしてもさ、どれが悪いとかボンが悪いとか言ってもしょうもないんだもん。自分がそういうのと付き合っちゃったんだもん、自分で選んだことだもん、自分変えなきゃ。ヨッサンと飯食って寿司屋で、ヨッサンがねプライベートであのキャスバーいて、でその後飯食ったんだよね、うん、パフェありがとうナオさん。そうだね、こういう時に出かけてね、あの気分転換したらいいんだけどね、うん、楽しいことしたいね、なんかワクワクすることね。あーどうしようかな、俺鮫島さんに言われてたけど旅に戻ろうかな、ちょっと旅に出ようかな来月からまた、うーん金貯めて、金すっからかんだよ沖縄旅行で。ちょっとまたバック背負って一からやるか、なんかそんな気がする。うん、自分の企画やろう。解放優しいやん。つーくん初見さんおはよう、もしよかったらフォローしていってください。おはようつみちゃん、バカありがとう。いや自分変えるのはつらいよ。いつも言ってんだけど、メタモルフォーゼって言って、イモムシからサナギになるときにサナギをパカって割るとドロドロになるんだよ。要は痛みを伴うのね、メタモルフォーゼ。そう、自分を変化させるのっていうのは体を壊す作業だから、プライドとか全部かなぐり捨てる作業だから。俺の生き方間違えてる、ちょっともうちょい改めるわ。最近うまくいきすぎてたから見えなくなってた、多分天狗になってたんだろうね俺、うん、久々になんかしっぺ返し食らってるよ。これフリーミュージックだね、誰の曲かわかんないけど。カズさんおはよう、初見さんコメントありがとう、もしよかったらフォローしてね。うん、ちょっとプラッとバック背負ってまた旅に出るか。来月10日後ぐらいから、うん、いや鮫島さんはあの人バカじゃないから、あれは期待だと思ってんの。なんか言ったんだからやれよっていう、あのなんつうの、まあエールだよね鮫島さんなりの。うん、ちょっとまた旅長期の再開するわ、うん、要は鮫島さんが俺の企画知ってるってことは見てくれてたんでしょ、見守ってくれてたんだよ先輩なりに、口出さねえで、てめえで言ったんだからやれよって言ってくれたんだよ多分。俺はそう解釈してるけど。山手線一周はやったね一回、東武東上線一直線東海線、ああそれいいね、それいいね、東武東上線歩きながらね、そういうのもいいね。あ、そう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 。お経の CD、よくあるよ。新人研修って、あれだよ。要は、あの、価値観崩壊させんだよ。だから、泣くまでやらせんの。そうすると洗脳しやすくなるから。
カズさんフォローありがとう。おはよう、みつこ。そうだね。ちょっと旅に出よう。ただ今金ないから、アイテム貯めて、あと10日間で。そう。まだ100万届かねえもんな。今いくらだ？やっぱ100万の壁ってでけえよ。もうテルチャンピオンはもう100万超えたけど、マンスリー今16位。あと6位か。みんな頼む。応援してくれ。あ、1時間経ったんでアイテムタイムやります。今月マンスリー10位狙ってるんで、あと6位足りないんで、皆さんぜひ力を貸してください。1時間に1回アイテムタイム小突きするんで、もしよかったらお気持ち投げてください。それではアイテムタイムスタートです。おはよう。審判さんおはようございます。匿名さんワード2、風船ありがとう。ちゃんともさんおはようございます。そうだね、ステッカーもう1枚ぐらい、もう1種類ぐらい作ってね。うん。いいね。おはようみなっち、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしていってください。ありがとう、コメント。ありがとう、ステラさん花火ありがとう。ステラさん花火ありがとうございます。バーガーありがとう。バーガー5個ありがとう。ヤスさん。つみきちゃん、ハート5個ありがとう。アイテムありがとう。ぷっぷくてさん、風船5個ありがとう。みんなありがとう。マサデヨさん、風船20個ありがとう。チクチクキノコさん、風船ありがとう。ニャーバーガーありがとう。ぷっぷくてさん、風船5個ありがとう。イチローさん、バーガーありがとう。アツシさん、バーガー7個ありがとう。ヤコさん、風船10個ありがとう。みつこさん、風船3個ありがとう。応援ありがとう。みんなありがとう。アイテムありがとうございます。お経の CD、ありがとう。キートンさん、花火ありがとうございます。お経の CD、ハードありがとうね。ワード2、嘘？交通事故？マジで？ありがとう、匿名さん。花火ありがとう。俺もね、絡みたかったね。ありがとうございます、皆さん。じゃあ1時間放送やりましょう。ぷっぷくてこけしありがとう。風船5個。あ、間違えた。音楽のチョイス間違えた。こっちか。ありがとう、マスデヤさん。うん。あい、おー、すげえすげえ。アイテム、風船10個。ファンタスティック匿名さん、ありがとうございます。ありがとうございます。マスデヤさん、風船ラッシュありがとうね。うわ、すげえ。ファンタスティックありがとう。ありがとうございます。頑張ります。どっから行こうか。東武東上線からさ、東武東上線ってどこに向かってんだろう。ありがとうね、風船5個。すごいね。ありがとう、みんなたくさんアイテム。どこ？西の方行く？これから。西の方行こうかな。どうしよう。どこ向かってこうか。うん。関西の方を目指す？関西、大阪まで、大阪結構あるよな、距離。でも行ったことない方行きたいかな。それか北海道に飛行機で行っちゃうか。北海道行って、北海道プラプラ歩くか。おー、ミポリン、おはよう。おはよう、ミポリン。最近来なかったね、ミポリン。うん。楽しんでて。グッズもあと何作ろうかな。なんか、ステッカーもう一種類作るのと、もうなんか欲しいなとか思ってて。池袋とか埼玉の方か、東武東上線は。ああ、しげさんどうもどうも、お疲れ様です。いらっしゃい。タンタンさん風船4個ありがとうね。ぶっぷくてこけしもありがとう、いつも。神奈川。ああ、関西か四国か、北海道か、どっかスポットで。お遍路でもやる？お遍路でもやる？川崎洋平1ヶ月半かかってたけどね。お遍路どうかな。このどれとのいざこざを解消するために、お遍路ってどうすか。1ヶ月半歩くんだよ、大体。どう、よくない、お遍路。ガッツ店長誰それ。ゆらゆらさんいらっしゃい。お遍路ありかもな。
香川県ってどこだっけ。日本地図見ようか。九州ね。九州もいいね。日本地図。あ、マジで鈍行乗り放題いいね。え、でも5日間だよね、あれ。1回使ったことあるんだよね。え、嘘、5ヶ月もかかった。川崎洋平は1ヶ月半だったんだよね。まあ、そうだよな。四国一周するんだもんな。仙台まで行ったのか。新潟。香川県は、香川あれだ、四国だ。おはよう、あくびさん。あ、できるよ。全然。四国でもリアドツできるよ。リアドツは俺、外配信やってるとき、ついにウェルカムだから。今何人行った？リアドツ。109人行ってるね。109人。あ、で、この前のドルさんのは人数入れてないから安心してください。僕は、石野康介とか自分からアポ取ったり人の企画には乗っからないんで、カウントは109人のままです。109人か。1万人までまだまだ遠いな。YouTube のドルのいざこざ。あ、ありがとう、アルペジオさん。うん。おさん見てた？潜ってたの？ミポリン。四国あんま知らねえっつうかね、俺がね、なんか病気なのか何なのか分かんないんだけど、行ったことのある土地以外、どこに何があるのか分かんないの。多分ね、アスペルガーのなんかの特徴なんだろうね。行ったら覚えるの。行かなかったら覚えないの。四国は一回行ったことあるよ。ねえ、だいたい歩きながらね、結構旅配信人気あるんだよ、俺の。まあなんか散歩だよね。あ、香川だったら行きやすい。いいね。飛行機って空港は徳島にあんのかな。前どうやって行ったっけ。電車で行ったんだ。電車でどうやって行ったっけ。静岡、浜松行って名古屋行って大阪行ったんだ。電車だ。でバスで徳島に入ったんだ。いや辛いよ。1000人ぐらいにしとけばよかったよ、リアトツの旅。1000人ぐらいにしときゃよかったのにさ、1万人とか大ボラ吹いちゃったもん。1万人だぜ。そんなにリスナーいねえし、まず。フォロワーの数が3000人なんだからさ、フォロワーさん全員やっても終わらねえのに。え、おすすめはどこ、みんな行くとしたら。九州、四国。あと、なんて言うんだっけ、この、広島とかも行ったことないんだよな、岡山とか。日本全国徒歩は、2年とかかかるでしょ。殺す気かよ、俺のこと。潜ってな。どこがいいかな。北海道もいいんだよな。まあ、日本全部終わらないと、まあ、海外編はいけねえよな、まず。まあ、沖縄も制覇したしな。どこ行こう、次。どこがええんじゃろうな。まあ、日本って狭いな。広いようで狭いし、狭いようで広いかな。まあ、プラーっと電車で移動すっか、じゃあ。静岡、神奈川行って、静岡行って、浜松行って、名古屋行って、で、奈良行って、三重に何かあんの。三重とか和歌山って何があるんだろう。まあいつも通りリスナーさんに車出してもらったりさ、適当な感じでやってこうよ。広島、長崎、あのさ、あのなんだっけ、神戸ってどこにあんの。俺神戸見てみたいんだよね。子供の頃から神戸に住みたいって言ってて。神戸は兵庫県か。兵庫か、港町なんだ。どっちが勝つかな、興味ないよ、俺は。そうじゃなくて、どんな戦いが見れるのか興味ある。うん。どっちが勝つかなんてあんまり意味ないのよ。どっちかが勝つんだから。でしょ？ドルさんか公文竜かのどっちかが勝つんだもん。そうじゃなくて、どんな戦いを見せてもらえるのかでしょ。
面白くないやつが戦ったら面白くねえんだから、どっちが勝っても負けても。どんな勝負するのか見てみてよ。立山いいね、千葉ね。俺成田出身だから千葉でももういっぱい行ってきたもん。この前調子行ったよね。プラッと旅行だなこれ。なんか嫌になって部屋に引きこもってるから多分鬱っぽくなってんだろうな。捨て頃も終わってねえ、みんなイライラしてんだよ。行動だよ行動。こういう時は行動だよ。部屋にいるからこうやって誰々が悪いとか誰々がどうとか他人の生き方ねえディスり合ってくだらねえわ。もうこんな地獄絵図だよ本当に。地獄だよ地獄。誰々は悪いとか誰々がダサいとか、もうこんなの解き放と。もうかっこ悪いわこんなの。うん、そうそう、もう行動行動行動。うん、自分の生き方やろ。自分にしかできないことやろ。島根、鳥取、岡山、広島か、山口、北九州、福岡、佐賀、長崎ってこんなぐちゃぐちゃなんだ。はあ、大分、熊本、宮崎、鹿児島。はいはいはい。大阪ね、大阪はでもちゃんまんに会いたいんだよな、大阪行くときは。ちゃんまん好きだからやっぱ。奥の細道は銅板はいいよ。風船ありがとう、妄想天使さん。行く行く、北海道も。北海道リスナー多いんだよね。ちょっとみんな何県に住んでるか書いて。成田でジョイフルホンダ？いや、あ、俺並木町だよ、ゆらゆら。ジョイフルホンダ歩いて5分だよ。ゆらゆら。俺並木町だから、実家。まあ、多分ね、ジョイフルホンダっていうことは地元の人なのよ。この人、ゆらゆらさんは。だから並木って言うと、って言うよ。本当に成田なんだって。すごいリアルな、ディープな地名出したから。神戸も四国もいいね。みんなどこ住みか書いて、何県住みか。どこに多いか。やっぱリア突してくれる人が多くないと意味ないから。どこら辺行こうかな。大阪か、やっぱり。ナミニア大阪。大阪多いのかな？佐賀か。佐賀。佐賀ってどの辺だろう？ SAGA 佐賀だから、九州か。こっちか。兵庫。兵庫ね。兵庫はどの辺？兵庫。兵庫は神戸か。ああ。瀬戸内海一周がいい、トントロ。うん、香川多いね。香川。近い、ゆらゆら成田なんだ、じゃあ。うん。香川。アルペジオマジか。俺でも評判落とそうとかそういうことは考えてないよ。あの興味がない、そういうの。東京か、アルペジオ。和歌山、和歌山どこだ。和歌山ここか。奈良の下だ。あ、東京なの、みつこ会いに来てよ。1万人行かないよ、みんなが会いに来てくんないと。初見高知。あ、高知なんですね。こう考えるとやっぱ関西行った方がいいのかなってなるよね。関西行くか。わかった。じゃあ関西行くわ。うん、のの風船2個ありがとう。わかった。関西行くわ。関西方面向かう。とりあえず。また北海道リスナーにまたかよって言われちゃうけど。お前北海道来るっつっていつ来んだよ。今ワン太郎が北海道いるからね。池袋？マジで？うん、じゃ東京でリア凸町出発の儀式またやるから見送ってみんな。東京の郊外なんだ、太郎と。愛媛。あー、やっぱ四国とか大阪とか西の方が多いね、九州とかね。わかったわかった、西行くわ。 OK、 西行く。みんな待っててね、会いに行くから。会いに行くから来てよ、ちゃんと最寄りに来たら。家の前まで行くわけにいかないからさ。ゆずきちゃんおはよう。大阪行くか。こう考えると京都と大阪ってクソ近いんだな。琵琶湖もあるし。あー、なんで名古屋ってこんな感じなんだろう。大阪の方がやっぱでかいよね。名古屋は
すげえでかくなる要素があるのに、なんでこんなに栄えないんだろう。もしもし。はい。あのさん、私今自己紹介お願いします。放送中なんで自己紹介お願いします。あ、申し訳ありません。あ、ボンですけれども、はい、私ちゃんと前回言ったことを改めて皆さんに聞いてみたんですよ。誰ですか？カラスさんの配信で。皆さんって誰ですか？皆さんって、だからそのアンチの集い、皆さんって誰ですか？皆さんって誰ですか？皆さんっていっぱいいるリスナーの方が誰よ。誰っていろいろいるから分かりませんよ。じゃあ分かんないです。僕も誰と話したのか分かんない話だ。皆さんと一つちゃんと証言してくれてる方はツッチーさんっていう方です。知りません、その人。で、私は皆さんに確認を取りました、はい、和道さんと新八丁のリスナーですが、聞きに行ってもいいでしょうかっていうふうに言いました。私、はい、和道さんのファンでもないしっていうは言ってません。知りません。皆さんもそれはちゃんと証言してくれました。和道さんはだってこの配信やった時に放送やったじゃないですか。だから見れるわけないんですよ、はい、やってませんけど。やってたよ。もっと言うなら、そのツッチーっていう人もブロック入れてるんです。ムカつくから。あ、そうなんですか。はい、だから勝手にそのブロック入れられた同士で慣れ合ってるだけです。あなたが言うツッチーっていう人は僕も気に入らないんでブロック入れてます。あとはニアさんっていう方とかも。はい、ニアさん知りません、そんな人。そう、ニアさんっていう方、うん、だからそんな俺が知らないようなリスナーと勝手に慣れ合ってればいいじゃないですか。そうじゃなくて、私はアンチコメなんて一個も打ってないですよ。いや、もう僕あなたと関わりたくないんです。なんでアンチコメも打ってないし、ちゃんとしつこいから嫌いなんです、あなたのことが。は？しつこいから嫌いなんです。しつこいって、だって見てもないのに見たよ。だから見たっつってんだろ。見たっつってんの。あなたのコメントが気に入らなくてブロック入れたの。私書いてないっすよ。書いたの。書かれてないのにブロック入れられるわけないでしょ。何もしてないのに。あなたが何ファンじゃないですなんて書いてないです。あなたのコメントが気に入らなかったから私ブロック入れたんです。それはアイテムを投げなかった、投げないって言ったやつですよね。はい、それは私初めにから和道さんに言ってましたよね。ふわっちで半分取られるぐらいだったらリアルにあってちゃんと1000円渡す。あなた僕何年見てるの？もう何年も、ニコ生の頃から見てるから、もう何年も見てますよ。何年も見て一回も会ったことないし、一回も支援してないんでしょ。だから次にリアルだから、それが現実なんだって。アイテムも投げてないし支援もしてないのにね。で、和道旅団って囲いの名前名乗ってて、他のところでファンでも何でもないですってコメント打ってたら。だからファンでも何でもないですって言うのは誤解です。打ってたの、打ってたの。あなたは気づいてないだけ。打ってたの。皆さんに確認を取りました。結構です。皆さんに確認取らなくて、もう僕このやり取りであなたのこと嫌いになったんで。じゃあなんでミュールさんもこの配信で文句書いてましたよ。書いてないです。書いてました。知りません、知りません。はい、もうやめてください、そうやって僕の囲いを撹乱するのは。ミュールとはもう何回も会ってるし信頼関係があるんです。僕勘弁してください。もう私もミュールさんとは信頼関係あります。あ、そうですか。はいはい、どうぞご勝手に。和道さんは知らないところですけどね。で、何が言いたいの？だから、書いてもいないことを勝手に書いた書いたっていうのはやめてもらえませんか？僕はそれを見てあなたをブロックしたんです。で、今別の話してたの。もうさ、粘着するのやめて。ストーカーだよ、あなたがやってること。だって誤解を解きたいから言っただけじゃない。いや、いいじゃん。だから YouTube で見ればいいじゃん。何がそんなに、何なの？別に俺のこと応援するって言ってたのに邪魔してるじゃん今。もうだからいい。だって配信、じゃあブロック入れちゃいけないの？配信者は配信してるの知らなかった。配信者はブロック入れちゃいけないの？いや、いけなくはないですけど。ですよね。で、あなた ただ虚言
癖とかそういうふうに思われる。俺は虚言癖なんて言ってないから。だって私書いてないですもん、本当に。知らないよ、そんなの。何でも何でもありませんなんて。いや、もういいから。書いてもいないことを勝手に話して膨らますもん。いいから。俺、あなたが嫌いなの。もう関わんないでくれよ。はぁ、あ、なんか、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。なんかもうブレブレですよね、正直。はい？ニコ生の頃からずっと見てるけど、はい。捨て頃の前まではアンチがいっぱい多くて、はい。それでも私は応援してて、はい。捨て頃で、はい。ファンが増えて、はい。で、今は、億万長者を配信で目指すって言ってましたよね。はい、言ってますけど。でも、私思うんですよ。はい。和道さん、ちょっと頭悪いなと思ったのは、はい。ふわち自体が、何年も続くはずないじゃないですか。はい。億万長者になるなんて、夢のまた夢ですよ。あ、そうですか。だから応援する気がないんだったら見なきゃいいじゃん。応援はしてるけど、そういう夢物語みたいなことを言ってるのはおかしいって思ってるんです。あ、そうなんですか。あ、どうぞ、はい、お勝手に思ってください。はい、大きい太い支援者でも現れない限りは無理ですよ。だから大きい太い支援者を現れるために僕頑張って放送やってるんです。これからも現れないと思います。あなたさ、1円も俺に払ったことないって言ったよね。よくそんなこと言えるよね。だからお前に、お前は気づいてないの。お前は1円も俺に支援してないからそういう適当なこと言えんの。もう見なくていいからお前、うん、向いてねえわ。うん、分かった。うん、はい、さよなら。分かった。もうね、もうなんかもういいやって気になりました。うん、はい、もう二度と関わんないでください。はい、じゃあ切りますよね。はい、次かけてきたら警察行きますんで。はい、さよなら。はい、はい。ほんとしつこい。病気だよ、病気。病気。アンチリスなんてこんな脳みそなんだよ。みんな分かったでしょ？病気。さっきの石野との会話、分かったでしょ？アンチコメント書くやつとかってこういうやつばっかりなの。病気だよ。そう、アイテム投げてくれる人とか応援してくれる人はこういうことしないのよ。もう自分が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 なんだよ。気持ち悪い。もう関わりたくない、こういうの。もう病気なんだよ多分。なんかもう気持ち悪いよ、本当に。いや、患者でしょ、もう本当。いや、病気なのは別にいいのよ。ただもう、自分の都合ばっかりなのよ。優しい病気の、優しい病人もいるから。うん。優しい人は俺好きだから。もう自分の都合ばっかり考えてるよ。大嫌いだよ、本当に。はぁ、疲れた。本当に疲れた。いやー、どうしたのか俺も聞きたいぐらいだよ、かずみさん。うん。俺もよくわかんない。何が言いたいのか。豆もやしさん、こんにちは。よろしく。和道です。おい、うこさん、こんにちは。楽しんでて。だって、配信ブロック入れられてこんなに発狂するやつ見たことある？京都いいね。お寺とか好きだからね。京都いいね。いや、まして無駄な体力使った、ほんとに。もう疲れる、ほんと。楽しくやりたい。楽しく。もうハッピーになりたい、俺は。京都ね。なんで京都ってこんなお寺いっぱいあんの？あれか、天皇陛下のところだったからか。御所があるからか。やっぱ歴史建造物とかいいよね。うん。大阪行こう。大阪行こう。いや、対応はするよ。話はちゃんと聞かないとわかんないから。ただ、俺嘘をつくやつが大嫌いなのよ。嘘つきが嫌いなの。嘘をつく人、吹かす人。要は自分を、ダメなところはダメ。ごめんなさいって言えばいいじゃん。ワドごめんって書いちゃったって。それはこんな理由があったんだよ、ワドって。で、私もう書かないとか。
だってさ、普通だったらさ、その応援してるんだったらさ、応援してる配信者が悪口言われてたらさ、ふざけんなって話になるじゃん。そうじゃなくて乗っかってるやつなんだもん。言ってることとやってることが全然違いすぎるよ、本当に。うん。うん。俺そういうの嫌いなんだよね。もう行動だけでいいから。結果だけでいいから。行動と。そう。もうグダグダ言ってるやつ嫌いだわ。うん、口だけのやつ大っ嫌い。京都いい。京都は修学旅行の時行ったかな、中学生の頃。多分京都だったと思うけど。秋に京都。応援ありがとう。花火ありがとう。ありがとう。もしよかったらね、Twitter と Facebook と YouTube とやってるんでね。YouTube とかぜひ見てください。お願いします。フォローもね、大歓迎なんでよろしくお願いします。完璧性求めてないよ、俺。うん。完璧性なんて求めてないよ。わきまえるって何？違う、東越さんさ、なんか誤解してるけど、他枠で俺の、ね、俺のファンだって俺にずっと言ってて、俺のコメントではキラキラコメント書いてるやつが、他枠で、いや、私はどうさんのファンでも何でもありませんってコメント打ったから、キモって思ってブロック入れただけなの。そっからずっと粘着されてんのよ。今みたいな電話がずっとかかってきてんの。俺悪いの、東越さん。俺、キモって思ったから、なんだこいつと思ってブロック入れただけなのよ。もういいわと思って、こいつのコメント読みたくないわって思ったの。ただそれだけだよ。うん、東越さん。戦時中も京都は空襲。あー、なるほど、なるほど。だから歴史的建造物がいっぱい残ってんのか。あ、それいいやん。ね、東京は焼き払われたから逆に新しいビルがいっぱい建ったと。ほうほうほう。なるほどね。うん。確かに。なるほど。あー。あ、今日何日？今日何日だ？ちょっと待って。いや、ほっといてるよ。ほっといてるよ。違う、東越さん、ほっといてるのよ。だから別の話題してたら急にかかってくんの、毎回。おはよう、みや。そうね、京都から大阪近いしね。あ、皆さん、お知らせです。以前から言っておりました、配信サイトのスカウトの件なんですけれども、3社今、話が来てるって言ったでしょ？うん、ラビー、また行くよ。うん、ありがとう。ハート5個ありがとう、ラビー。また行くね。サファイアちゃんは脱。明日、ついに、ちょっと商談をしてきます。私、契約を結んでこようと思ってるんで。まあ、話があったらね。話がぴったしカンカンになったら、要は俺の価値観と、新しい配信サイトの価値観がぴったしカンカンになって、お給料とか契約が結ばれたら、ちょっと契約を結んでこようと思うので、皆さん今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます、応援。ちょっとね、プロとして認められてきたんで。ブロック入れずに放置で嫌だよ。うん、気持ち悪いコメントはブロック入れるよ。俺もリスナーさんと同じ感覚だよ。ありがとう。19日か。オッケーオッケー。うん、契約結んでこようと思ってます。一社。条件次第だよね。契約書を読んでからだよね。契約書読んでから。あと、経営者の人と、まあ、担当の人と話してからだね。頑張りますんで、よろしくお願いします。まあ、もし話がなかったことになったら、ああ、ダメだったわって言うから。うん、明日ちょっと話してきます。だから明日昼間放送ないと思ってください。明日の昼間は放送ないです。私、オフィスで契約を結んでサインアップをしてる可能性あるんで。
担当の人と、いやー楽しみだな、頑張らないとね。風船ありがとう、サファイアちゃん。え、サファイアちゃんはドレさんのリスナーやめたの？アットドレが、ドレの深夜食堂なくなってるけど。サファイアちゃんはドレさんのリスナーやめたの？どうしたの？何があったの？サファイアちゃん。ありがとう、タロットさん。ありがとう。いや、楽しみだぜ。これから。これから稼ぐよ、俺は。ガンガン稼ぐよ。ただね、約束はします。あの、ふわっちは、オンのあるサイトなんで、僕はふわっち辞めることは絶対ないので、あくまでメインサイトはふわっちなのを、ここに、あの、約束をします。まあ、ふわっちっていうサイトが変わらなければね、今まで通り、いいサイトであり続ける限り、僕はふわっちを裏切ることはありません。ね、でも、ふわっち今来てるからね、だんだん変わってくるだろうから、これから流れが、風船ありがとう、原田さん、風船ありがとう。おー、ありがとう。チョコミント、花火ありがとう。頑張ります。ありがとうね。俺は配信やめることはないからさ。配信やめることはまずないから。そのつもりで応援してってよ。頑張ります。頭ぼーっとするな。うっちが重いね。タイムラグがすごい。ちょっと5秒後に手挙げてみて。前回の放送、ああまあそれはね、ちょっと様子見てるって感じか。まあまあまあ、リスナーさんはそうだよな。様子見だよな。俺はね、もう潔く謝った方がいいよ、今回の件は。台本でした、すいませんって。よく書きましたって。つまりに台本書いてもらって、こういう炎上芸してしまってすいませんでした。今後気をつけますって。配信好きなんで、配信気持ちよくやりたいんでって。リスナーには誠意持って謝るべきだと思うよ。5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、1。手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、長いな。11、12、12秒、13、14、15、16、17、18、18、19、20、20秒、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30秒、31、32、33秒。ちょっと重たいね、今日。いや、今日重たいわ。これはひどい。35秒ぐらいだね、みんな。早い人だと。もしあれだったら一回入り直した方がいいかもしんないね、ふわっち。ちょっと俺もね、コメントなんか遅いなと思ってて。普段早い時8秒ぐらいなんだけど。ちょっと長いね。ちょっと長いわ。ああ。長い。一番早かったのはかずみちゃんだよね。やばい。なんかふわっちが重たいね。こっち側は問題ないんだよね。普段通りできてるし、アップロードはちゃんとできてるから、サーバーの問題だと思うよ。みんなありがとう、手挙げてくれて。やったね。
カクカクする？カクカクする？みんな入り直した方がいいかもしれないけど、花火も一瞬消えた。マジで？あー、なんか変なんだろうね。アプリがおかしいんだろうね今日。うん、お遍路の服っていくらで買えるんだろう。お遍路服、お遍路服、お遍路の服購入したいよね。あれ、あの衣装で旅したい。今普通？了解。入り直してみてね。白衣って言うんだ。入り直した？ OK。 あ、なんか早くなったっぽいね。入り直した人はなんかちょっと早くなってる。あー、白衣があるんだ、お遍路の。こんな感じなんだ。ぬるぬる了解、ありがとう。ぬるぬる了解です。入り直してきた、了解。力屋さんが5ヶ月かかったっていうのすげえな。力屋さん5ヶ月。あ、でもさ、この時期のお遍路嫌なんだけど、こんな炎天下でやったらぶっ倒れるでしょ。いや、やめだやめだ、俺また間違えたことをやろうとしてる。この時期のお遍路なんか絶対死ぬでしょ。やめだやめだ、こんな一番やっちゃいけない時期のお遍路だよ。倒れるわ。おお、サファイアちゃん花火ありがとう。サファイアちゃんが俺に花火投げる日が来るとは思わなかったわ。こんにちは、パンさん。入り直したらぬるぬる了解。こんにちはね。よろしく。この時期はきついよね。やばいよね。やめる。やるとしても、秋とか春とかにやんないと倒れるね。だいたいね、約50日かかるんだって。約50日。うん。50日。ああ、まあ、洋平くんが1ヶ月半だからちょうどぴったりだね。ベイスさん、和田津です。熱中症になるよね。ナイトの称号持ってる？あ、ナイト？俺ナイトだよ。なんで知ってんの？リンゴさん。俺だって、ちょっと待ってね。ナイト持ってるよ。懐かしい。俺ナイトなんだよ。うん。お、ニコ生でナイトの称号を持ってるって、これのことなのね。これね、20個差し入れあると1個もらえるの。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 だから、あともう1個あって、22個あるから、22×20 だから、440個アイテム差し入れ来たのかな？一枠で。すごくない？30分間に440個差し入れあったの。だから、なんだっけな、これを何個か持ってるとナイトって呼ばれるの。これニコ生の缶バッジ、ピンバッジなんだけど、そう、僕ナイトなんですよ。坂手乗りだよ。うん。よくわかったね。久々言われたわ。僕ナイトです。そうそう、ニコ生の公式に名前とコンビが載るの。ナイト何人ぐらいいたかな、俺の時。多分10人ぐらいしかいなかったよ。うん。あ、リンコありがとう。そうなんだよね。ナイトなんだよね。そう。その時の写真、まだ残ってるかな？すごかったよ。あ、地獄、あ、まだ残ってるかもしれない。見てみる？ちょっと待って、検索してみるよ。差し入れ地獄。ちょっと待って、見てみようか久々。
はい、ワード2。あ、もう動画残ってないか。もう動画残ってないわ。もう残ってない。うん、残ってないわ。誰か消しちゃったわ。消しちゃった。うん。釈迦見たい？うん。ちょ、待って。ごめんね、釈迦。ナイトが一番すごいっていうか、まず20個差し入れがだいたい1万円分ぐらいリスナーさんからアイテム送られないためのだから1万円ぐらい差し入れが来るとあのピンバッジが1個もらえるので、俺400個ぐらい来たの。いや30分1枠の間にもうチーンチーンチーンってなって、塩水とかおちょこご飯とか梅干しとかがラッシュで続いて、写真残ってるかな？で、もうずっとひたすら食わされるっていう枠だったのね。ひたすらもう梅干しを食わされるっていう拷問のような枠で。で、そのこのバッジを何個か取ると、1ヶ月以内に何個か取るとナイトって言って公式に表彰されるの。そういうこと。はい、以上。変な枠？変な枠って何？ワドさんから離れない。そうだね。よいしょ。変な枠？なんか変な枠立ててんのいいの？うん。かわいいよ。だから文章はめちゃめちゃかわいいよ。よいしょ。よいしょ。懐くよ。ねえ。釈迦？返事もするでしょ。ありがとう。綺麗にしてくれんの？おいで。こっちは釈迦。こっち。釈迦。おいで。おい、いい子だ。こっちは釈迦。釈迦。こっち。釈迦。こっち。おい、いい子。ちゃんとゲームを覚えるから。はい、ああ、戻りたくないの。そうそう、それがナイトの称号。ナイトいくつからだったか、多分公式のアナウンスが出てると思うよ。もうニコ生やめて9ヶ月経つから覚えてないわ。多分ね、横山みどりとノエルの次に俺が多いんだよ、その当時。だから3位ぐらいの記録だったよ。横山みどり、ノエル、和道だったと思う。確かその当時の記録はね、アイテムの1日の売り上げ。かわいいでしょ？振り向くよ。返事もするし。頭いいんだよ、鳥って。あ、でも、その手乗り文鳥っていうのは育て方によるから、よっぽど懐かないとダメよ。育て方がたまたまうまくいったの勉強して。ただそれだけ。今月末からやろうかなとか思ってる。今月末からバックパックでやろうと思ってるよ。今、金欠。アイテムで支援して、ドッペルゲンガー。金がないから、10日まではちょっと、無理だね。月末に、金一気に下ろして、で、旅に出る、また。あれ、どの辺だっけな。何年頃かな。もう2年ぐらい前のことだから、覚えてねえや。性格とかもあるし、育て方から。釈迦どこ行った？釈迦？
のんちゃん、そっちに社会行った？うん、頼むわ。潰さないでよ。うん。25g の体でよくあんなに頭いいよね。すごいよね。生命の神秘だよ。25g しかないんだよ。やばいよね。ないな。映像が出てこないな。どこだろう。文鳥かわいいけど、やっぱまあ、ペット飼うと外に出れないから、ずっとね、生きてる間家の中にいるんだったらいいけど、やっぱ旅配信とか大変よ、誰かに預けないといけないから。大変だよ。ねえな。写真が出てこないな。あ、これかな。そろそろ出てくるか。写真もう古くてないかな。今109人かな、リアトツ。109人だね。まあ5年ぐらいかかるだろうね。よろしいです。さよなら。無理無理無理、絶対無理。あのもうただの餌、絶対無理。ただの標的だよ。絶対やめた方がいい。あったあったあった、写真出てきたよ。これがその差し入れの時のリアルタイムの写真、見える？これが差し入れの数、俺のテーブルの席ね。ピント合わないかな。合わないね。難しいかな。こんな感じだった。ダメだね。映らないね。まあいいや。今年中にね、アメリカも行かないとね、確かにね。俺もそう思う。アメリカに行かないと。まあ旅っつうかもうライフスタイルにするしかないよね。5年だから、まあ帰ってきたりとかちょくちょく楽しみながら日本全国回るよ。うん、頑張るっつうか別に他人に頑張れって言われてやるもんじゃないからさ、これは。あの自分で勝手にやるよ。好き勝手生きる。小さい生き物ってすごいよね。なんでこんな小さい体の中にこんなに動きができるんだとか感動するよね。本当に本当にびっくりする。
おい、ブチさん、こんにちは。こんにちは。いらっしゃい。タイ、バンコク。一回子供の頃行ったことありますね。サーディーカップ、コップンカップ。ヌンソンサンシーハーホクチェペカーシップ。なんだっけ、ジンジンティーダイヌーシャックだっけ。プチさんバーガーここありがとう。なんだっけ、はじめましてって。ジンジンティーダイヌーシャックだっけ。タイ語。翻訳。คุณมากเกินไปยินดีที่ได้รู้จักคุณมากเกินไป俺が襲ったんですかな銀利銀利銀利ที่ได้รู้จักคุณมากเกินไปมากเกินไปยินดีที่ได้รู้จักคุณมากเกินไปยินดีที่ได้รู้จักคุณมากเกินไป子供の頃教わったから全然違うわ。全然違った。うん。親父がさ、ほら、ムエタイやってたからさ、あの、タイに、半年に一回タイに必ず行くんだよ。第二の母国だ、つって。で、子供の頃一回連れてってもらった。おならはしたら怒りはしないし、ゲップしてもおならしても怒らないけど、引くタイプですね。はい。あの、要はもう僕、育ちがいいんで、あの、女の子がおならするとか、むしろ親父、ちょっとでも妹の股が少しでも開いてたらもう怒るような人だったから、閉じなさいって。すっごい教育うるさかったの。だから引いちゃう。あの、女の子がおならしたり、ゲップしたりとか、別に、バカにしたりしないよ。引いたりも、リアクションも見せないよ。ただ、俺の中では、もうないわっていうか、あの、なんつうの、対象外だね。女じゃないっていう判断を本能でするね。うん。だから食い物の話に通ずる話だよね。育ちが見えるんだよね。うん。だから無理。うん。笑ったりもするけど、まあ、やめろよとか言って突っ込んだりもするけど、心の中では冷静に、はい、ないですって。あの、減点とかないね。もう対象外になる。一瞬で。あと、くちゃくちゃ物食べてたりとかすると、すげえ、付き合ってから注意するかもしれない。引くっていうかね、あの、マナー違反だから。うん。だから、それはね、教養の問題なんだよ。教養の問題。うん。もう、生理的に無理なの。普通の人は。普通に育てられたら生理的に無理なのよ。要はそれを親が止めなかったんだよね。うん。そう。ふい、さあおいで。次だろ。おいで。うん、帰り。嫌なの。おいで。おいで。さあおいで。うん。よいしょ、おい。おい。いや、女も人間だよ。うん。だけど、それを、社会一般とか世間一般で見せるっていうことを許してる親っていうのは環境なんだよ。
それをわ面白いっていう風にやっちゃってる家庭環境に俺問題あると思うもん、うん、普通にレストランとかに行ったことない人なんだよ。ファミレスとかしかないからそういうことができるの。でさ、あの居酒屋とかでやってゲラゲラ笑ってるやつらってさ、要はシティホテルとかで飯食ったりしたことないわけじゃん。あの要はそういうなんつうの、言い方悪いけど下級国民なんだよ要はもう上流階級の社交場とかに行ったことないから、そんなのやったらもう大恥かくよ、うん、要はそういう立場にいない人なんでしょ、うん、だからそれって強要なんだよ、うんうん、そう、この子をどう育てようっていうのが見えるわけだ。で生理的に無理じゃないっていうことは、それが日常茶飯事の過程だったのよ。だから俺は別にその子たちに合わせることはできるけど、まあ心の中では結構リアルに引くよ、うん、だって自分の子供を産んだ時にさ、それを平気でそういう風に教えちゃうんだもん。俺ね、箸の持ち方ね、汚くなってるんだよね。それね、コンプレックスなんだよ。昔すげえ綺麗だったのに、なんかね、箸の持ち方汚くなってんだよね。直さないとなと思って。でもね、なんでそうなってるのか分かんなくなっちゃってんだよね。指が長いからなのかな。私の友達が彼氏の顔の前でおなら、ああもう無理っていうか、もう多分二度と関わらないレベルだね二度と関わらないレベル。だってさ、よっさんと寿司食ってたけどさ、やっぱりファッションだったよね。くちゃくちゃ食わなかったもん。普通に食ってたもん、よっさん。あんなにくちゃくちゃ食うわけじゃん、放送では。普通に配信回ってないところでさ、寿司一緒に食ったら何にもなかったからね。プロだなって思ったよ。うん、くちゃらーもないね、うん。よっさんと食ったけど、普通に食べてたからね。びっくりしたよ。マジかと思って。YouTube に動画載ってるから見てごらん。よっさんと飯食うってやばく。普通に食ってたからね。だからプロくちゃらーだよ、あんなの。強制橋ってあんの？ちょっと検索してみれば。なんでこういう箸の持ち方になったのか分かんないぐらい。のんちゃん、箸取ってきて2本。箸を、うん。プロクチャラーでしょ。俺もね、なんでいつこうなっちゃったんだろうと思って、子供の頃箸持ち方綺麗って言われてたの。ただね、指なんだよ、多分。正しい持ち方とかサイトでもやってもね、ダメなんだよね。箸あるでしょ？え、くちゃらじゃないよ。俺、配信で物を食うなんてめったにやらないから。俺こんな感じなんだけど、ここが長いんだよね。もう畳むのかな？なんかね、ここが長いのが嫌なんだよ。そう。わかる？なんでこんなになってんだろうって。うん。俺くちゃくちゃ食べるやつ大嫌いだもん。うん。絶対ないよ。俺と飯食ったことある人だったらわかるもん。俺あと食うの配信でやらないから。うん。くちゃくちゃやらないです。絶対高尾は嘘。不可視。そんな動画一個もないから。うん。そんなお父さんがいて、生活保護を受けてるとき、お父さんはどう言ったんですか？すげえ制度だなって。すげえ、そんなのあるんだって言ってたよ。俺も若い頃受けたかったって言ってた。やりたいことやり放題じゃんって言ってた。すげえな、日本ってって言ってた、親父は。そんな制度世の中にあんだって。逆に器用な人が変なもん、そう。これ変、ちょっと変だよね、なんか。変だよね、ちょっと。なんかここが長いんだよね。もう畳むのかな？ほう。変。違和感ある？みんな。どう？これ正しくない？なんか違和感あるんだよな。変。そうなんだろう。
私もお箸持てない、うん、あ、じゃあそろそろ終わりにするわ。みんなありがとね。お疲れ。ありがとうございました。また見に来てね。お疲れ。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねんもう。